にちは。今日はコスメ道具の紹介をしていきたいと思います。ガールズファームチャンネル。じゃあ次は私のコスメを紹介したいと思います。今日はあの私が使ってるコスメを全部持ってきたので紹介したいと思います。化粧下地みたいな感じで使ってるのがイニスフリーのチェリーブロッサムトーンアップクリーム。これを化粧の前に塗ると変な浮き方もせず白くなる。これも使ってるんですけど、最近この韓国のデューセルっていう、これは日焼け止め効果とかもあるので、この2つのどっちかをなんかその日の気分とかでスキンケア終わった後に顔全体に塗ってからファンデーションとかをします。クッションファンデーションの日となんかリキッドファンデーションの日があって、でクッションファンデーションをするときは先にコンシーラー、ジャンセムのカバーパーフェクションチップコンシーラー、私は 0.5 っていう一番明るい色を使ってて、これの上にこのクリオのキルカバーファンデーションの02番使ってます。その後エチュードハウスのシーバムコントロールパウダー、すっごい粒子がすっごい細かくてめっちゃサラサラなんですよ。なんでなんかマスクとかしててもあんまりテカらないし、めっちゃいいです。シェーディングはフェリペラっていう韓国のインク V シェーディングで、本当に丸顔がコンプレックスなので口の濃い色を顔にして薄いとこでノーズシャドウとかを使います。私結構ベースをもう先にやっちゃうんですけど、チーク、アディクション、このチークを塗って、ハイライトがセザンヌのパールグローハイライト01、私は指で塗ります。指で鼻の先と鼻筋とここにだけ塗ります。なんか頬骨とかに塗っちゃうとなんか丸顔とかだと結構なんか余計丸く見えちゃうらしいので、私は顔の中心部分だけに塗ったりします。ベースがこれで全部終わったので眉毛なんですけど、エクセルのパウダーペンシルアイブロウ、これは私も本当に5本ぐらいとかずっとリピしてるやつなんですけど、こっちで眉尻とか足りないところを描いて、これ真ん中にパウダー付きのチップがあるので、それで眉頭を描いて形を整えてから、このケープでデザイニングアイブロウ、今私髪が明るいので下の2色を混ぜて、あとパウダーで全体的にふわっとした感じにしたら、ヘビーローテーションっていう3番のアッシュブラウンっていうのを使ってるんですけど、私髪暗い時も明るい時もずっとこれ同じ色でやってます。次アイメイクなんですけど、赤のアイシャドウ 3C の、私が結構好きな赤がブラウン系の赤いアイシャドウが好きなんですけど、これを先に塗って、このマックの単色のマットのアイシャドウを使うんですけど、私基本的にベースとかも全部リップとかアイシャドウとかもマットが好きで、でなんかキラキラとかはまあ後で足すときは足すみたいな感じなんですけど、涙袋なんですけど、私くっきり描く人なので、このケイトのダブルライナーっていうのをがっつり描いて、端っこだけちょっと指でぼかして、このエチュードハウスのプレイチマルチペンシル、これ結構粒子細かくて結構アイメイクとかって落ちちゃうと思うんですけど、これを先に仕込んでおいたら全然涙袋が崩れないで1日過ごせます。これも本当に多分10個ぐらいリピートしてるアイシャドウなんですけど、ファンメイクのパーフェクトマルチアイズアイシャドウを使ってて、この色で涙袋のさっきくっきりしてた線をぼかして、チップのここで涙袋を上から描いたりしてます。でアイライナーはドーリーウィンク、ペンシルタイプ使ってたりするんですけど、なんか泣き袋を描いてるので、これはずっと使ってます。で涙袋と上のアイシャドウのキラキラはこの 3C のアイスイッチダブルノートっていう色を使ってて、これを使い始めてからもう会う人会う人にこのラメどこのってめっちゃ聞かれるくらい、もうすごい良くて、あのラメが大きいのでめっちゃおすすめです。次マスカラなんですけど、私今まつげパーマをしているのでビューラーとかまつげ下地は使ってないんですけど、ブラックと茶色を私使ってて、私マスカラ買うときいつも
ボリュームじゃなくてロングタイプを使うんですけど、繊維がちょっと入ってる感じで、これをまず塗ってから、これも買ってみてすごいいいなって思ったんですけど、ラブライナーのオールラッシュマスク、ブラシがちょっとちっちゃめだから下まつげもすごい塗りやすいし、私今まで上と下でマスカラ変えてたんですけど、これだったら1本でできるのでめっちゃいいです。最後はリップなんですけど、シフレの748番っていう、これ300円くらいで売ってるやつなんですけど、結構深いブラウンで、これを塗ると塗らないとじゃ全然違くて、でその上に 3C のベルベットリップティントっていう、すごいマットのとムースっぽい感じのテクスチャー、そのリップの最後中心にだけザズムのキャンディリップティント、この3色を重ねてリップを作ってます。めっちゃさ、メイクこだわりあるっぽいけど、うんうんうん、どれぐらいで終わる？いつもメイク時間。20分くらい。あ、でも20分。でも丁寧にやるときは30分とかかかる。1ヶ月でどれぐらい？1ヶ月。でもどうだろう。3000か5000くらいだと。でも確かに韓国コスメ多いもんね。うん、ということで、メイク紹介終わりました。いかがでしたか？いかがでしたか？でもなんか割とセザンヌとか、うん、なんかブランド絞ってるのが多いですね。あー、そうかも。好きなブランド偏ってるかもしれないです。私は結構プチプラで、なんか挑戦するこだわりは強いかもしれない。思った。でもすごいこだわりが出てるな。気になってたから嬉しかった。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント